うちにカラオケ用のスピーカーを買ったので、今からその開封動画をやっていきたいと思います。これはネットで買ったんですけども、 Amazon.de で買いました。マイクは一つなんですけども、以前買ったマイクがあるので、もうこれでいいかなと思ってこれにしました。で、 Bluetooth でつながるはずです。それでは開けてみます。で、今開けてみました。マイクとスピーカーとこのコンセント、電源取るコンセントが入っています。で、早速つなげてみたいと思います。お願いよ、正直な気持ちだけ聞かせて。髪にジャスミンの花、夏のシャワー浴びて、青空はエメラルド、あなたから誘って。そしたら顔はないわ。やめてよ。嫌な人ね、あなたを知りたい、愛の予感、風を切る DVD で。今、この喋るたびにこの青いのがつくんですけれども、で、上は iPad から撮ってるんですね。涙を糸でつなげば、真珠の首飾り。このマイクはこの上のここのMIC っていう書いてるところから撮ってるんですね。で、電源とそれだけなんですけども、そう、 YouTube から家の電話会社のボックスにつないでこれを表示しています。でも多分 Apple TV でもこういう風にApple TV 経由でもこんな感じで歌は流せるような気がします。ちょっと音がこうやって遅れるのがちょっとまだなぜかわかんないんですけども、一応接続はできました。以上です。